あ、はいはい。店長の矢野さんです。あ、どうも本日は西田様ご来店ありがとうございます、うん、どうぞ本日は食べ放題コース、はい、ごゆっくりご堪能くださいませ。失礼します。ごゆっくりどうぞ。はい、それではこちらが先出しのお肉になります。はい、はい、こちらに油を置いておりますので油を網に塗ってからお肉を焼かれてくださいませ。当店のタレの説明です。自家製のタレなんですが、左のオレンジ色のタレが味噌だれとなっております。こちらですね。はい、そうでございます、ホルモンなどの内臓系のお肉に合うタレとなっておりますのでお使いくださいませ。そして、真ん中は、美味しいお醤油が入っております。大分県産のお醤油で、もしわさび醤油がですね苦手でなければ赤身のお肉にはわさび醤油が大変合いますので、おすすめしておりますのでよかったらご利用くださいませ。そして右側のごまが浮いているタレ、こちらは、醤油のタレとなっておりますので、何でも合うタレとなっておりますのでお好みでご利用くださいませ。はい、よし、大丈夫の黒火チュル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 これもいい。これもいい。なんか頭の中でいい。あ、もういけ。もう一杯。Thank you.
カルビでございます。焼きしゃぶカルビ、はい。当店では生卵をつけてお召し上がりいただくのをお勧めしているんですけど、はい、お持ちしましょうか。あ、そうですね、はい、かしこまりました。お願いします、はい、それでは3杯目。ガイン、ガイン、ガイン、ああ、つけすぎた。ああ、うまっ。うん、そう、醤油やばい、ちょこっと入れるわ。うん、どちらかと言ったら、あの岩塩よりも醤油が好き。うまい、うん、最高。溶岩と、はい、削り出しています。蓄熱効果が高いのでお肉がジューシーにふっくら焼き上がりますので、はい、大変すすがれずにエコロジーになってですね、最近主流のものとなっております。こちらよかったら油も置いておきますので、お使いください。ません、はい、ごゆっくりでは。肉質がそんだけいいやろ。うわー、うまっ、うまっ、うまThank you.
かなわんわもかなわんもはいはいはい、お焼きなうわ違うあおよだれがはいこもうんうんうんね
醤油もあるんですが、はい、当店ではわさびとですね、こちら岩塩を添えております。わさびをたっぷりつけたんで、お塩でお召し上がりいただくのもお勧めしております。はい、じゃあそれでいってみます。よかったらお試しください。失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。お塩ペロンと、戻して、わあちょっと出ていこう。やば。マジやばい。いや、こう、コメントしょうがない、マジ。うわ、やばい。うわ、口の中なくなった。